松本記念音楽迎賓館、入口松本記念音楽迎賓館は、東京都世田谷区岡本2丁目32番15号に、所在する1973年建築された音楽教育の建造物である。松本記念音楽迎賓館は、パイオニア創業者であり、公益財団法人音楽、鑑賞教育振興会の設立者の松本望む、 地を夫妻の居宅として建築された。2001年、夫妻の意志を継いで音楽教育の実践の場にと一般にも利用できる記念館として開館した。松本望は、キリスト教の牧師の次男として神戸に生まれた。若い時、楽器の音色に興味を覚え、音楽の世界に進むことになる。ある時、アメリカ製のダイナミックスピーカーに出会い、魅了されたことがきっかけで、 スピーカーの制作に没頭することになった。1928年、谷山千代と結婚し、次男4条を設けた。1937年、ダイナミックスピーカーの開発に成功した。1938年、福音紹介電気製作所を創設、スピーカーの製造を始める。百四十一年、有限会社に改装して、社長となる。百四十七年、 福音電機に改装。1961年、パイオニア株式会社に改装した。1985年、セパレート型ステレオや、レーザーディスクの開発、商品化に成功した。その後、30年以上にもわたって、経営の先頭に立って、事業を推進した。また、1967年、パイオニア音楽鑑賞教育振興会を創設、資材を投じて、 音楽教育全般の育成に力を注いだ。ありがとうございます。